この動画は第2部になります。武田勝頼によって武田家最大版図を達成した伝承8年から伝承10年の武田家が滅亡するまでを解説します。伝承8年1580年うるう3月、勝頼のもとに新丹を寒から占める情報が飛び込んできた。石山本願寺が信長に事実上の降伏をしたのである。このことにより信長を牽制する勢力の一部が消滅したことになり、勝頼は織田、徳川、北条の圧力に直面することになった。そのため勝頼は駿河、伊豆の国境の防衛強化を急いだ。まずは三枚橋城の大規模な改修工事を命令した。北条氏政はこれを見過ごすようなことはせず、大規模な動員をかけ、3月15日、三枚橋城に向けて進攻を開始。これを知ると、勝頼も甲府を出て、駿河へ向けて進軍をし、浮島ヶ原に着陣。清水港から武田水軍が、重須から北条水軍がそれぞれ出港し、沼津沖で海戦が始まる。大規模な北条水軍を前に、武田水軍の劣勢が続き、多数の死傷者を出した。その後、武田軍と北条軍の睨み合いが続いたが、6月9日に、北条氏政が小田原に引き上げると、勝頼も甲府に帰国した。しかし、その1ヶ月後には再び、勝頼は駿河へ出陣し、北条氏直と黄瀬川を挟んで対陣した。北条軍と武田軍が対陣を続け、散発的な衝突を繰り返している中、徳川家康は北条を支援するため、駿河へ向けて軍勢を動かしていた。まずは、高天神城攻略のための助城を本格的に布陣しつつ、5月3日に田中城を攻撃。前年に徳川軍によって陥落した持船城は、この時には再び武田のものとなっていた。田中城の救援のために持船城の武田軍は徳川軍に攻撃を仕掛け、徳川軍を撃退。その後徳川軍は浜松城に戻り、7月24日に再び進撃し小山城を攻撃。しかしこれも失敗して浜松に帰陣した。5月15日、甲斐の人々の間に衝撃が走った。北条氏政の弟、氏輝の軍勢が甲斐、鶴軍に侵入したのである。幸いにして、すぐに北条軍を撃退したが、甲斐が戦場になったのは、実に42年ぶりのことで、そのため、甲斐の人々の間で動揺が広がった。東小宇津家では、北条方の最後の拠点となっていた沼田城を攻略すべく、武田軍は大規模な攻勢をかけていた。これを任せられていたのは真田昌幸であった。昌幸は力攻めによる攻略を避け、調略によって沼田城を落とすことを目指した。まずは小川城の小川下遊斎を調略し、武田方に帰属させることに成功すると、名ぐるみ城の調略に着手。そしてこれも成功し、これらの地域の国衆のほとんどが武田氏に転ずることになった。武田軍は小川城、名ぐるみ城を拠点として沼田城を完全に封鎖し、8月に攻撃を開始。沼田城は陥落し、武田の手に落ちた。9月20日、勝頼は神津家に入り、利根川を越えて新高根山に侵攻した。勝頼は金山城一帯を荒らし回り、全城を包囲。この時、武田軍は甲冑を着用せず、素肌の状態でいたところに、全城の兵士が突如として襲いかかった。素肌のままだったが、武田軍が敵を圧倒し、その勢いのままに城になだれ込んで、全城は陥落した。これら武田軍の侵攻に、危機感を募らせた北条氏政は、10月3日、氏直と共に勝頼を討つべく出陣。武蔵国本城に到着した。
これを知った勝頼は氏政と決戦を挑もうとして全城から出陣した。すると氏政は急遽勝頼との決戦を避けて軍勢を撤退。そのため勝頼は10月20日仕方なく甲府へ帰っていった。北条氏政も徳川家康と同じように武田勝頼本体の強さに恐怖し常に決戦を避け続けていたのである。佐竹との同盟により小宇津での戦いを有利に進め、東小宇津の大半が武田領となった。小宇津の制圧を目前とした武田勝頼はここに父信玄を超える武田家最大半島を達成することになったのである。しかし勝頼にとって問題だったのは敦賀・遠江の情勢だった。これを改善すべく12月勝頼は再び織田信長との和睦交渉を開始。以前に佐竹義重を仲介とする和睦交渉が失敗に終わっていたが、勝頼は諦めずなおも信長との和睦を実現しようと粘り強く働きかけた。伝承9年1581年1月、勝頼は甲府に代わって韮崎の地に新たに新府城を築城することを決めた。遠江では高天神城が徳川軍の完璧な包囲網によって孤立し、籠城が限界に達していた。この時高天神城を預かっていた岡部元信は徳川軍の包囲網をかいくぐり、勝頼に援軍を求める使者を何度も送った。しかし勝頼は織田信長との和睦交渉を進展させるために高天神城の休養を渋った。信長の同盟者である徳川家康と戦えば信長との和睦交渉に支障をきたす恐れがあるためであった。信長はこうした勝頼の思惑をもてあそぶ。信長は初めから和睦を締結するつもりはなかったが、その気のあるようなふりをして和睦交渉を引き延ばし、その間に徳川軍が高天神城を落とすことを狙った。そうなれば勝頼が高天神城を見捨てたことになり、勝頼の名声を失墜させることができるのである。信長は家康に対して多少の犠牲をいとわずに高天神城兵を皆殺しにするように勧告した。ついに高天神城の籠城が限界に達する。岡部元信は高天神城、小山城、滝坂井城と引き換えに城兵の除名を嘆願するやぶみを家康に送った。しかし家康は信長の指示通りに降伏を拒絶し、高天神城兵の皆殺しを決定。除名嘆願が聞き届けられないことを知ると、3月22日岡部元信は城兵と共に山を下って徳川軍に突撃した。徳川軍によって岡部元信以下高天神城兵はことごとく討ち取られ、わずかに横田甚五郎と数名が脱出に成功して甲斐に戻ることができただけだった。これにより武田氏の遠江での支配は小山城が残るのみとなり、実質的に遠江を喪失してしまうことになった。この時高天神城で戦死した者の中には上昇の岡部元信だけでなく、朝比奈、由比などの駿河の有力国衆や栗田などの信濃の有力国衆、さらに遠江、甲斐、飛騨の有力国衆までも含まれていた。勝頼はこうした各地で影響力を持つ有力な国衆の一族を結果として見殺しにしてしまったのである。高天神城落城によって勝頼の求心力と威信は一気に低下し、取り返しのつかない事態に陥ることになった。北条は小宇津において巻き返しを図るべく盛んに調略し、武田に揺さぶりをかけていた。高天神城陥落の影響もあって小宇津国衆による武田からの離反が相次いだが、当面の危機は真田昌幸らの努力で何とか回避された。一方、駿河・伊豆の国境では、
武田軍と北条軍がたびたび軍事衝突を繰り返していた。3月29日、伊豆・呉大津において、武田水軍は北条水軍と戦い、勝利する。その後も武田軍の攻勢は続いたが、さほどの進展もないまま勝頼は帰国した。10月、北条家臣で徳良城主の笠原政春が突如として北条家を裏切り、武田家に寝返るという事件が起こる。この笠原政春の逆進に動揺した北条軍は、直ちに裏切った徳良城に攻撃を仕掛けた。11月、これらの情勢を受けて、勝頼は伊豆へ出陣。北条氏政も出陣した。勝頼は、氏政の出陣を知ると、氏政に対して決戦を提案するが、この時もまた、氏政は、決戦には一切応じず、堅固な陣城を構築して、武田軍本体との戦いを回避し続けた。たびたび小規模な衝突があり、北条軍が劣勢になったものの、武田軍と北条軍の主力は、国境で対峙したままであった。勝頼は、こうした膠着状態を打破できないまま、12月19日、甲府に帰陣した。甲府に帰った勝頼は、12月24日、武田一族、家臣たちが反対する中、未だ未完成であった韮崎の新府城に拠点を移転することを断行。新年をこの地で迎えることになる。勝頼は、北条包囲網の構築のために、佐竹義重に加えて、里見義織に対しても同盟を持ちかけていた。そして、10月頃に、武田勝頼と里見義織との間で、同盟は締結され、北条包囲網は完成を見たのであった。しかし、この北条包囲網は、形式的なものだけに終わってしまう。里見義織は、北条との関係を断絶させることはせず、積極的な軍事行動を起こすことはしなかったのである。かくして、武田と里見との間の同盟は、有効に機能することはなかった。伝承10年、1582年、正月、織田信長は、ついに武田家を滅亡すべく、本格的な攻勢を開始した。まず、信長は、木曽福島城主で、武田一門衆の木曽義政に調略をかけ、1月27日、織田方に内通させることに成功する。武田信玄の息女を正室としていた木曽義政の裏切りに、武田方は震撼した。しかし、勝頼の動きも早く、すぐに、この謀反を鎮静化するべく、軍勢を木曽谷へ向けた。勝頼は、木曽攻めの総大将を武田信豊にすると、3000の軍勢で木曽口に出陣させ、稲口からは、高遠城主の西名森信率いる2000余りの軍勢に、出陣を命じた。2月2日、勝頼自身も、木曽攻略のために軍勢を率いて出陣し、諏訪上原城に到着。しかし、木曽谷に向かう道は険しく、さらに、残雪の影響もあって、進軍が思うようにいかなかった。2月3日、勝頼の動きを受けて、信長は、武田領の進行を各方面に語つ。駿河口からは徳川家康、関東からは北条氏政、飛騨口からは金森長近、そして、稲口からは、信長と織田信忠で進行することとなった。ただし、信長は、北条氏政に対しては、本気で参戦を求めることはせず、信濃侵攻に向けての正確な情報を伝えなかった。稲口から、信忠の先鋒隊が進行を開始。2月6日、稲口防衛を任せられた下城の宮司、信政親子は、家老、下城久兵衛が織田軍に寝返ったことで逃亡。勝頼の元には行かず、家康の庇護を求めて三河へと落ち延びた。2月12日、織田信忠が岐阜城を出陣し、14日、岩村城に入る。同日、松尾城の小笠原信峰が織田軍に投降。
小笠原信峰は武田信綱の削除を正室としており、松尾城は下伊那地方の防衛の要だった。その松尾城の小笠原信峰が織田軍へ投降したことで、下伊那の国衆の中で動揺が走り、次々と武田を見限り織田軍に投降していった。武田方の中で動揺が広がる中、飯田城の星名正直は逃亡。同日14日の晩、浅間山が48年ぶりに大噴火を起こす。当時の人々の間では、甲斐、信濃に異変が起きる時には浅間山が噴火すると信じられていた。そして、実際に浅間山が噴火すると、武田の家臣や国衆の間で、武田勝頼は天に見放された存在だとみなされ、勝頼離れが加速することになった。この日を境に、武田の諸将は戦うことなく、次々と瓦解していくことになる。2月16日、勝頼は諏訪上原城から塩尻に軍勢を進め、今福正和に先鋒を命じて、木曽の入り口、鳥居峠を攻撃させた。しかし、織田軍の援軍を得た木曽義政に撃退され、敗走。道東海では、小山城兵が城を捨てて逃走した。小山城は、道東海で、武田が最後まで確保していた城だった。2月17日、信忠は、岩村城から平屋を経て、飯田城に入った。そして、勝頼の叔父、武田信門が守る大島城に押し寄せた。圧倒的な織田軍を前に、大島城兵は全く抵抗せずに、逃げ出す者が続出。同じく、武田信門も城を捨てて逃走した。こうした織田信忠の快進撃を、安土城にいた信長は、いぶかしんでいた。信長は、あまりにも進撃が順調なのは、勝頼が反撃する機会を狙って、力を貯めているだけだと考えていたのである。そして、信長は、信忠に対して、くれぐれも油断のないよう、慎重に行動するように、何度も忠告する手紙を送った。同じ頃、徳川家康も駿河に侵攻し、2月20日に田中城を包囲。翌21日、田中城の包囲を継続しつつ、主力部隊が駿府を占領。江尻城にいた穴山梅雪は、すでに前年から家康より、内通の誘いを受けていたため、徳川軍が侵攻すると、家康に投降の意思を示した。25日、穴山梅雪は、甲府に置いていた人質を奪還し、謀反の動きを明確にする。28日、穴山梅雪謀反の知らせを聞いた勝頼は、本国の甲斐まで危険が及ぶと考え、諏訪上原城を退いて、新府城に入った。武田軍の動揺は激しく、7、8000人いた軍勢が、この行軍途中に次々と逃げ出し、新府城に着いた頃には1000人くらいまで激減してしまった。一方、北条氏政は、信濃方面の正確な情報をつかめず、武田領へ侵攻するかどうかの判断に迷っていた。信濃方面において、次々と武田軍が敗走しているという情報が、氏政の元に届くが、武田軍をよく知っている氏政は、これを挙報だと考え、軍事行動に踏み込もうとはしなかった。下手に行動すれば、大きな損害が出てしまうことを危惧していたのである。ようやく20日になって、確実な情報が入ってくると、氏政は、出陣を決断。しかし、急なこともあり、軍勢が集まらず、さらにどこから攻めるかも決定していない有様だった。そして、ようやく、攻め口を駿河に決め、2月28日、徳良城を包囲して、攻撃。徳良城は落城した。同日、三枚橋城も落とした。29日、徳川軍が、持船城、江尻城を占領。しばらく大島城に留まっていた織田信忠が、
高遠城まで進軍し、勝頼の弟である三品森信に対して降伏勧告をした。三品森信は、この降伏勧告を拒絶。徹底抗戦する構えを見せた。3月2日、織田軍の総攻撃を受けて高遠城は陥落し、三品森信は戦死した。高遠城落城の知らせが新府城に届くと、城内は大混乱となった。すぐにでも織田の大軍が攻め寄せてくるという情報が飛び交い、新府城から逃走する者が続出した。新府城は未だに未完成で、織田軍を防ぎ切ることが不可能なのは誰の目にも明らかだった。勝頼は新府城に自ら火をかけ、各所から集めていた人質を焼き殺し、小山田信繁の支配する軍内に移ることにした。3月3日、高遠城を落とした織田信忠は高遠城を出発して諏訪に着陣。ここで織田軍は諏訪大社に放火。社殿はすべて灰烬に帰した。3月6日、信忠は甲府を占領。逃走を続ける勝頼の捜索を命じた。逃避行を続ける勝頼一行は、駒海で、小山田信繁の迎えを待つことにした。しかし、いつまで待っても、その気配がなく、勝頼は、ここで、初めて、小山田信繁の離反を悟った。もはや甲斐に戻ることもできず、完全に行き場を失った勝頼は、天目山星雲寺に向かうことになった。3月11日、その途中の田野で休憩していたところ、織田軍の川尻秀隆、滝川和正の追撃を受け、戦いが始まる。新府城を出た時、600人余りいた兵は、その途中で脱落、逃亡し、この時、勝頼に従っていた者は、わずかに41人であった。身体極まった勝頼は、最後に一戦をした後に自刃。享年37。正室、慶齢院殿と嫡男、信雄も共に自刃した。時に、慶齢院殿は19歳、信雄は16歳だった。こうして、武田家は滅亡したのである。